はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。仮面ライダーシリーズ DXF デュアルソリッドヒーローズボリューム3ということで、仮面ライダーオーズ、ライダー助け合いでしょうということで、紹介していきたいと思います。これが出た2010年に発売されたと。そういうことですかね。すごいですね。もう4年前。まあ、オーズもディケイドダブル、オーズと来てるのでもう4年前ですね。では早速開けていきましょう。ようやくね、オーズとバースがこのシリーズ手に入ったので嬉しいです。それであと持ってないのがメテオだけになりましたのでね。おお、すごいぞ。これはもうすごいぞ。では丁寧に開けていきましょう。バンプレストさんに返品することがないようにね。うわ、すごい。この出来は素晴らしいです。よいしょと。はい、ちゃんととりあえずパーツを出してみました。それでは開けていきましょう。うわ、オーズの顔すごい。見てください。これ。どうでしょう。このオーズの顔、すごいですね。もうこのシリーズ完璧ですよ。熱い。もう落ちて。メダジャリバーの出来。すごい。ここまで作られてるか。これはすごいな。もう褒める以外の何物でもありませんね。ではどこが褒める、見てみましょう。メダジャリバー、はい、アップ、ここです。セルメダル、ちゃんとタカトラバッタになってます。すごい、この出来。すごいですね。ではじゃあ組み立てていきましょう。よいしょ。おお。よいしょ。うわ、すごい。オーズすごい。では剣を持たせれば、よし、できた。すごい。よし、完成。オーズタトバコンボ。かー、すごいな。これは手に入って本当に良かったです。オースキャナーのこの出来、オーズのこの胸、メダル、もう全部完璧ですね。これ塗装ミスもな、珍しくないですね。バンプレストさん、これはもう最高の商品です。いや、良かった。ほんと嬉しい。はい、ということでこんな感じです。オーズすごいでしょ、この出来。おー、すいません。ぜひ皆さんも、はい、手に入りましたらいかがでしょう。すいませんでした、画面が乱れて。ではチャンネル登録、評価の方もお願いします。また明日。